おはようございまっちょフォルテです。本日は何の日か分かっていますか？そうです、あなた様の誕生日です。おめでとうございまっちょ。何歳になられたんですか？恥ずかしくて言えないですよね。分かっていまっちょ。僕はあなた様のために誕生日ソングを弾かせていただきたいなと思いまっちょ。っていうのもやっぱり僕が収益化できたのもあなた様のおかげだと思うんです。そう、視聴者様のだからこそ僕はあなたのために誕生日ソングを弾いて祝っていきたいなと思いまっちょ。もし名前付きが良ければコメントだったり、まあ、今度ライブでやろうかなと思ってるのでスパチャだったりいろんなことを僕にアピールしてください。するとしっかり名前を呼んで祝いたいなと思っていまっちょ。ところで、あなた様、優しくないですか？僕は、もう少し、コメント欄が荒れるもんかと思っていました。ネット上で。ですが、意外とネットの反応が、優しいもので、僕を受け入れてくださって、ありがとうございました。やっぱりクラシック界にこういうキャラクターは、叩かれる存在だと思うんです。現に、ツイッターではなんかちょっと取り上げられ出しました。誰とは言いませんが。ですが、私フォルテはエンターテイナーです。あなた様を祝うために生まれてきまっちょ。誕生日ソングを弾いていきたいなと思いまっちょ。おめでとうございまっちょ。この和音のバランス、そしてこういうところ結構難しくてまあまあ練習しました。でもあなた様を祝うためだったら頑張りました。おめでとうございます。ところで私が祝ったので今度はあなた様が僕の誕生日を祝う番です。そう、僕の誕生日11月30日、覚えててください。お願いしますちょ。ありがとうございますちょ。でね、やっぱり僕のチャンネルって姫方が多いんですよ。女性の方です。オスもいるんですが圧倒的に姫方が多い。何をしてほしいでしょうか？なんか質問できたのはデート動画を撮ってくださいっていうのが来たんだけど、さすがに僕はホストではないのでできないんですが、まあなんかピアノちゃんとの、まあ、デート動画、まあ、男2人で歩くの、あ、男二人で歩くのもなんなんやけど、そういう動画とかを普通に出していきたいなと思っていまっちょ。この動画を練習するために、あなた様のために練習したシーンも、ちょっと練習シーンが意外と好評だったので練習シーンもつけていきたいなと思っていまっちょ。ここまで見ていただきありがとうございまっちょ。今からは僕のただの練習動画になります。まあ良ければ見ていってください。どんな風に譜読みしてどんな風に練習したのか。ありがとうございました。
ッと取ってカーテン開けたとこにあるこれピアノジャンパンツ汚っ。マチョ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